スジャータのトラックスジャータ名楽グループは、名古屋製楽株式会社をはじめとする、次の会社による、企業グループ。コーヒーフレッシュ、チルドスープでは、販売シェア第一位である。また、豆乳類や低下重入り製量飲料水も、販売シェア上位となっている。スジャータのイメージが強いが、多岐にわたる乳製品を中心とした食品の開発、製造。 販売を行っている。1987年11月、大府工場において一部の製品に、容器滅菌用途の加酸化水素が混入し流通、出荷済み全製品の回収がなされ工場は、数日間操業停止となり、事故として、新聞やテレビなどで、大々的に報じられた。2009年、仙台営業所において、1日15時間を超える、 長時間労働や鬼十足と呼ばれる精神的圧力などの過酷な労働環境から従業員が過労自殺し2010年に労働災害と認定されたスーパープレミアムアイスクリーム初代褐色の恋人スジャータは1976年3月23日に発売された商品名の由来は物典に登場する釈迦二に父が湯を差し上げた少女の名 スジャータからである。現在のポーションタイプ、スジャータ P は1977年3月に発売。その後東海道、山陽新幹線、光で採用され、全国へ広まった。植物性脂肪シリーズと乳脂肪シリーズがある。陽気アルミ貝のデザインが特徴である。366種類の誕生花をはじめ、過去には、 日本の昔話、健康体操エクササイズ、大相撲の決まり手などがあった。その後、コーヒーフレッシュ以外の商品でも、スジャータがブランドとなり、配送トラックにスジャータと大きく描かれていたり、ラジオ時報 CM でもスジャータを強調していることから、スジャータが会社名であると勘違いする人も少なくない。1987年より、 無臭ニンニクの研究を開始した。アホエンとは、生ニンニクをすりつぶすという抗成分、アリーンが、アリシンに変化し、ここに油を混ぜることで生成する。アリシンに比べ安定しているだけでなく、無臭であり、有効性も高いとされている。この方法は、ニンニクの加工処理方法及びアホエンガ有有の製造方法として、日本、アメリカ、EU、中国で、 特許取得している。かつては、アホエンを含有するソフトカプセル、明楽アホエンを希望者に無料でサンプル配布していた。継続する場合は、明楽健康と長寿の会員に入会すると、年会費1800円で1年間定期的に届くというシステムであった。なお2014年7月より新規入会の受付を中止している。 歌手の藤山一郎をイメージキャラクターに起用したスジャータの CM や宮古町長が出演したラトリアの CM が放映されていた時期もあるが現在はグッサンへの番組にて提供。地方 CM1980 年代に中部日本放送テレビが東芝日を劇場直前に放送していた。2018年4月7日より 中共テレビにて2012年に終了していた時報 CM を復活した。毎週土曜日の20時59分45秒から15秒の CM を放送している。地上デジタル放送特有の遅延があるため時報音は挿入せず、間もなく9時ですのナレーションとテロップを挿入している。その後は中共行為危険の他局に拡大している。 2021年10月2日からは日本テレビにおいても中京テレビと同時刻同内容の時報 CM の放送を開始している。かつては全国の民放ラジオ局でラジオ時報 CM を放送していた。特に主要都市圏の AM ラジオ局では約35年間にわたって放送されていたこともあり、時報 CM としての知名度は高かったが、 会社の事情によりいずれのツ根も2012年12月31日深夜に終了した。なお AM ラジオ局6局での後継は同社と同じ名古屋市と縁が深いユニーグループホールディングスで2013年から時報 CM の放送を開始したが2016年3月31日の CBC ラジオを最後にすべてのツ根での時報スポンサーを撤退している。 また2007年4月から5年9ヶ月の間、JFN 系列各局でも、土曜14時翌4時、日曜14時放送休止時刻の時間帯に、時報 CM を放送していたが、こちらも2012年12月をもって終了した。時報 CM を放送したことがない東海ラジオでも、時報前に、局名 ID とのセットによる、スポット CM が放送されていたが、 2017年の秋の改編をもって終了となった。また、2005年2月25日から9月25日には、愛、地球博のイベント放送局、FM ラバースでも同社による、自宝 CM を放送していた。ただしこの曲用に独自に制作されたものであり、時間帯によって3パターン用意されていた。いずれも最後に、他のラジオ曲と同じメロディで、 スジャータと一回シャウトが入る。時報パターン。スジャータと二回繰り返し歌う CM ソングに続く。パターンはこれまで3種類だったが、2011年10月1日放送分より、従来の女性合唱団のコーラス部分に、子供の歌声を合わせた、迷楽、グループバージョンが加わり、5種類となった。コーヒーにスジャータ。スジャータが字をお知らせします。 スジャータの迷惑が字をお知らせします。スジャータの迷惑グループが字をお知らせします。褐色の恋人、スジャータの迷惑が字をお知らせします。褐色の恋人、スジャータの迷惑グループが字をお知らせします。ただ今、フレーバースジャータキャンペーン実施中。チルド売り場のスジャータに、菊の IFC コーヒーがついてくる、お試しキャンペーン実施中。CM ソング、 スジャータは青山八郎作曲。本来は1976年の発売開始の際、藤山が出演するテレビ CM のために作曲されたものである。公式サイトの特集ページで CM ソングのロングバージョンとショートバージョンを聴くことができる。なお、藤山はこの CM でコーヒー、紅茶に褐色の恋人というキャッチコピーを述べていた。 また、テレビにおいても時報前の CM を流していた時期があった。2016年、楽曲が音商標として登録された。公式サイトウェブ書籍。ありがとうございます。